2019年度法政大学文学部経営学部人間環境学部英語長文過去問を解説したいと思います私の解説動画は英単語英文法の知識に自信がない方や知識はあるんだけれども英語長文の特定に結びつかない方向けに解説作成しますので一緒に勉強していきましょう過去問解説始める前に英語長文読解で抑さえるべき3つのポイントについて解説します1つ目が英文を読まない考える2つ目が作者問題作成者の主張を汲み取る3つ目が英文は抽象から具体に進むということです この3つのポイントを押さえて英語長文取り組むとどんなメリットがあるかというと、時短的スパイク回答できることや、正答率が向上する。それからそもそも英語を読まないので、英単語、英文法の知識あまりない方でも英語長文で得点することができます。ポイント1つ目、英文を読まない考えるですが、 まあ皆さんね英文は読むものだろうという認識があると思うんですけれども、英文読んでると難しい英単語とか難しい表現に加わして、そこで考え込んでしまって、時間がかかって時間切れている経験ありますよね。なので考えましょうということです。考えるというのは因果関係とか対比関係を用いて、英語長文本文の話の展開を類推することをここで考えるというふうに言っています。 ポイント2、作者問題作成者の主張を組み取る。英文読んでると、バットとかハイバーとか、逆説の後って作者の主張が来やすいですよね。でそういう作者の主張になっている部分が、説問になりやすいんですよね。なので、作者問題作成者の主張を組み取ることが、正答率の向上につながります。 3つ目が英文は抽象から具体に進む第一段落の1文目って結構英単語が難しかったり表現の抽象度が高くてわからないこと多いですよねで最初からわからないので不安になってしまって不安になりながら英文読み進めるみたいなことあると思うんですけれども英文というのは同じ話が具体的に繰り返されているだけなんですねなので同じ段落で言えば後半の方が英文が具体的になっていて理解しやすいとでそこを理解することができれば同じ話が繰り返されているだけですからその段落全体を理解できたということになりますよねそういう英文の構造っていうのも 確認ししていきましょう攻略手順ですが、もちろんさっきのポイント3つを意識してもらいながら、英文は読みませんので、単語をピックアップしていって、メインテーマを掴んでいきます。でその後、話の展開を類推していって、類推した話の内容が正しいかどうかを確認します。なので、まずメインテーマを掴むと。で、メインテーマを掴めたら、あとは類推確認、ステップ2、ステップ3、これの繰り返しによって英語長文全体を理解していくという流れになります。私の解説動画も、この攻略手順に基づ,いて基づいて解説を行っていきます。 では、英語長文ホームの方を見ていきますが、さっきも言ったように英文は読みませんので、単語をピックアップしていきますで。ピックアップすべき単語って私マーキングしてますので、お手元に書くもがある方は同じ場所をマーキングするようにしてください。逆に言うと、マーキングしていない黒文字の英単語っていうのは、英単語の意味がわからなくても問題ないと思います。 ここは私も読み流す、見流す程度でやっていくので、あくまでもマーキングしている単語をここを見て、メインテーマをつかむ、それから話の展開の類推確認ですね。ステップ1からステップ3をやっていきましょうということです。で、あとマーキングする場所の基準ですけれども、新しい情報とか作者の主張とか名詞、こういうところをマーキングしていきたいですね。逆に言うともうすでに分かっている情報とか出てきた話っていうのはマーキングする必要がないですね。だってもうすでに分かっているんだから。あくまでも新しい情報とか作者の主張をつかむために単語をピックアップ、マーキングしているんだということです。 では、最初から見ていきましょう。はい。Who are we? はい。我々は誰だということから始まっています。まあ、これ、クエスチョンマーク疑問形から始まっているわけですから、これがメインテーマでしょうね。この疑問に、つまり、答えるのがメインテーマということになってくるでしょう。ここは新しい情報マーキングですね。To answer this question, I would open one of the family photo albums. ね。その質問に答えるために、我々は、はい。Family photo album。はい。名詞ですね。新しい情報。まあ、家族、 のアルバム家族写真のアルバムこれを開きましょう。つまりこれを見ましょうということですね。つまり我々が誰なのかということが知りたいんであれば、ね、家族のアルバム、写真のアルバムを開けばいいじゃないかと。で、そこに書いてありますよと。書いてあるとか、まあ、そこにありますよということですね。はい。で、この後マーキングしてないのは、まあ、 当たり前のことって書いてるだけなんですね。これ、ファミリーフォトアルバムをまあ、抽象から具体、ね、ポイント3ですね。同じ話の繰り返しなんですけど、これ抽象から具体に進んでいるだけなんですよね。えー、つまりなんか白黒の写真があったりとか、カラーの写真があったりとか、まあ、 当たり前のことを言っているだけなんですよね。なので、まあ、そんなにマーキングするほどのことでもないのかなっていう感じで、まあ、一応目は通した方がいいと思いますけども、読み流すレベルでいいんじゃないかなというふうに思います。で、ここですね。We were never permitted to pay,、uh, play with them by ourselves or to remove photographs ということで、そうですね。なんか勝手に、ねえー、なんかこう、写真を取り出しちゃったりとか。 えー、そのファミリーフォトアルバムとかね、写真を取り出しちゃったりとか、あと、勝手になんかそれで遊んじゃったりとか、そういうことはなんかできませんでしたみたいなことをね、えー、言っているということですね。はい。で、えー、なんかその後、そんなに大したこと書いてないんですよね。で、they were not to be p r i o r i t i ということで、まあ、勝手になんか遊んで、開けるものじゃなかったみたいな。 あーね、ファミリーフォトアルバムって勝手になんか遊べるものじゃなかったみたいなことを書いてると、なんか同じ話がここ繰り返されてますから、一応なんか重要なのかもしれないので、えーね、ここをちょっとマーキングしておいた方がいいでしょうね。まあ、同じ話なんでもうね、マーキングしてないんですけど、ここのちょっとね、マーキングしておいた方がいいでしょうという感じですね。で、その次もそんなになんか同じ話繰り返されてるだけなんですよね。これも、なんだか死んだ方とか、 っていうのが、ね、えー、まあ、載ってますよみたいなね、白黒の写真で載ってますよみたいなことを言って。 ってるだけででまあそんんななに大した話がないんですよねここら辺も、えー、若かりし時の写真が載ってるとかね、はいえーまあ、今となってはもう老人だけどねなんか若い頃の写真が載ってますみたいなあ感じのことをこれ言ってるだけで、まあ、グランドペアレント、えー、グレートグランドペアレントとかねアンクルとかアンツとかまあ、そういう写真が載ってますよと結婚式とか、えー、ですかねそういう写真が載ってますよと白黒でねみたいな感じのことを言って るだけです時間が進む、時代が進むにつれて、はい、the people and the person d r i f t in the color and informant ということで、まあ、時代が進むにつれて、まあ、カラー写真になってきましたよ。まあ、一応新しい情報なんでマーキングしましたっていうぐらいですかね。はい、なんかそんなになんか、あんまり大した内容書いてないんですよね、今回の英語長文って全体的に言って。 えーっと、まあ、そうですね。だからホリデ、ホーリーデイ。で、この休日の写真とか、ね、休日撮った写真とかが載ってて、それが、グランドペーレンツがホールディングアベアブリザートバーズユー。Bear bear ね、えー、あなたのね、赤ちゃんだった頃の、うーんと、 赤ちゃんのところに抱っこしてる写真が載ってたりとかね、ファミリーフォトグラムアルバムにね。はい、とか書いてあるだけで、まあ、だから、ファミリーフォトアルバムもずっと具体化してるだけなんですよね。で、まあ、そんなに皆さんも見ても分かる通り、大した内容書いてないということですね。で、まあ、こっからかな。はい、And now you are here again in context、uh, pondering your infancy. 乳、ね、児だった頃につまり、この here っていつのこと言ってるんですか だから今、状況としてはファミリーフォトアルバムを見て、ああ、こんな時代もあったんだな、自分が赤ちゃんの頃の時代あったんだな、あグランドファザー、グランドマザーに、グランドペアレンツにえ抱っこされてる、ああ、こんな時代もあったんだなって言って、今、どこにアゲインしたんですか ?Here って言ってますか You are here again って言ってますけど、どこですかこれは昔の時代に、つまりタイムスリップしてるんですよ、今。だから ここですよねまさにメインテーマであって、私たちは誰っていうことを突き詰めるために、ファミリーフォトアルバムを見て、その過去を見てるわけですよね。で、ああ、自分はこういうおいたしなんだ、みたいなこと、ああ、自分はこういうものだったんだっていうことを確認してる、つまり、Who are we? を確認しているわけですよね、今、ファミリーフォトアルバムを見て。 そのために今ファミリーフォトアルバムを見てるわけですかね。はい。だから、このヒラーって、つまり過去に今タイムスリップしてるというようなことをこれ言ってるわけですね。このニュージだった時、ニュージだった時に、えー、戻ってるんですよとこういうことですね。Then, そして you put down the photo album. はい。フォトアルバムを閉じました。閉じたから and go back to your life。つまり go back どこに戻ってきたんですか 今、現在ですね。これは過去じゃなくて現在ですね。現在、だから成人した現在ですね。えー、に今戻ってきました。なんでかというと、フォトアルバムを閉じたかね。フォトアルバムを見てる時代、時は、here、ね。過去にタイムスリップしてたんだけれども、閉じたから今現在に戻ってきたと。まあ、こういう話をしているだけなんですよね。で、release, give n a frame under price ということで、安心感を与えてくれると。なあだから自分が何者だっていうのが多分分かったからじゃないですか。安心感を与えてくれるみたいなことを言ってますね。まあ、新しい情報なんでマーキングしておいた方がいいでしょう。The アンセス・オー・アロー・ラブ・ド、ね、ゥ・これによって、だからフォト・アルバムを見たことによって、自分が何者なのかってことが分かって、分かることができたと、こういうことをこれ言ってるだけですよね。はい。でじゃあ説問いきましょうか。A ですね。はい。A 何が入るかという、まあ、A の意味に近いものか。はい。質問番号で言うと3番ですけども、どれが正解かというと、はい。だから、ね、タイムスリップしてたんだけど、現在にこれ、 あのフォトアルバムを閉じたから戻ってきたっていう話をさっきしましたね。なので3番はこれ D ですね。c l o s i n g the photo album is like coming back from time travel.、ね、タイムトラベル。過去から戻ってきたとういうことですね。D が正解です。はい、それから B ですね。えー、質問の4番ですけども、これも、この時点でね、わかると思いますよ。B は。はい。つまり我々にフォトアルバムは何をくれたんですか何を与えてくれたんですかこれさっきからずっと言ってることですよね。私たちが誰なのかってことを 伝えてくれた。ここに具体化されてるじゃないですか。コロンがついて具体化されてる。同じ話の繰り返しですよ。英文は。ね、ポイント3でやりました。英文は抽象から具体に同じ話の繰り返しです。はい。じゃあ、そういう、ね、内容に、つまり過去、自分について教えてくれたっていう内容に近いものはどれですかっていうのが、え説、ー、問の4番ですね。これは まあ一番近そうなのは C でしょうね。これ、状況背景ってことですね。だつまり自分の背景、過去についてフォトアルバムを見ることによって知ることができた。与えてもらったってことでしょうね。はい、これは C。ね、カンックス正解です。 えー、それから1番も解けるのかなはい、1番ですけれども、書かれていることを合致するもの、どれかというと、これは C ですね。The Family h o t o Albums were taken very seriously ということで、そうですね、丁重に扱われてましたよね。だから簡単になんかそれを取り出したりとか、ね、写真を取り出したりとかすること、遊ぶことができなかったって言ってますからね。えーまあ、ここを根拠に C を選ぶことができるでしょう。それから2番ですね。The Family h o t o a l b u m で当てはまらないものですけれども、どれが正解かというと、 これは B ですね。はい、there are a photograph of people dressed in black and white visiting the family grave? とね、お墓ですかお墓を訪れてるみたいなことを言ってるんですかねお墓を訪れてるとは一言もこれ言ってないです。確かにグレ v ブって出てきてましたけれども、ちゃんと確認してください。えー、グレ v ブ people。だからまあ、過去にそのもう亡くなった方とかが白黒の写真で、えー、写ってるみたいなことを言っているわけですから。 ねえー、だから別にそのお墓を訪れたっていうことではないですね。はい。ということです。で、3、4やって、質問5まだですね。はい。次の段落見ていきましょう。で、I believe I had v i s i t o the National Portrait Gallery。なんか、l Portrait Gallery に訪れたと思っていた、信じていたんだった。信じていたと。で、Because I had been to the National Gallery with is also in London. なんか、ロンドンに行ったことロンドンのナショナルギャラリーに行ったことがあるみたいな。 あことを言ってます、ねはいでまあなんでナショナルポト・ポートレート・キャラリーが出てきたかっていうのはなんとなくいいですよね。だって今までずっと、ね、写真の話をしてアルバムの写真をしていたんですから。 ね、この、ね、ポートレートギャラリーってもそこの関連性で当然出てきているんでしょうねっていうのはこれはいいですよね。アフターオルつまり There w e ート p o r t r a i t、ね、確かにそうですね。えー、壁にポートレート、ね、絵画とか,、えー、とかあるわけですよね。はい で had never been there before. ね、そこにただ実は行ったことがな,んかなかったみたいなこと言ってます。だから、ナショナルポートレットギャラリーにずっと行ったことがあると思ってたんだけれども、実は行ってなかったみたいです。なんか勘違いしてたんですかね、この人ね。はい。なんか、ナショナルギャラリー、ウィズ・イザ・オーソー・イン・ロンドなんか、ロンドンに。 方に行ったことがあるんで、なんか勘違いしてたんですかね、はい、行ったことなかったみたいな話をしてますとでもここら辺も正直どうでもいいんですけど、ね、あんまり、はい、そんな重要じゃないんですけど <laughs> I was g l a d I see the national portrait gallery as a boy ということではい、C 何が入るかというとこれはえー、と、空所の5ですけど C はつまり訪れたことが あったのもなかったので言うと、ださっき書いてありましたよね。なかったんでしょ。実は行ったことありませんでした。と同じ話を繰り返してるだけですよね。はい。だから当然、who these people were ってありますけど、D 何が入るかというと、当然わからなかったわけですよ。だって訪れたことがなかったんだからね。はい。なので、これは、えっ、ー、と、選択肢としては5番は D かな。はい。Hard on d b です i 訪れたことがなかった。Would not have known というのが正解です。 はいまあ、ここら辺、なんか今回の英語帳文つかみどころがないんですよね。なんか全部がどうでもいい内容に見えてくるんですよね。なんか簡単なのか難しいのかよくわからないって感じですね。で、Now, it was like、right、beginning,、はい、handed an album of a family I knew too well ということを言っています。はい、で、えーとでまあ、ここに飾られている、ナショナルポートレートギャラリーに飾られているものっていうのが、要は、 自分のね、えー、とファミリーフォトグラフのように見えてきましたみたいなことを言っていると、つまり、ここにナショナルポートレートギャラリーに飾られているそのポートレートを見ると、さっきとこれ同じ話の繰り返しですよ。さっきも、要は家族写真を見て、過去を回想することができたわけですよね。ということは、ね、かまあ、過去を改装して、まあ、自分の生い立ちについて知ることができたわけですよね。だから、今回も同じじゃないですか。ナショナルポートレートギャラリー、ね、いろんなポートレートが飾られているんでしょう。 その人物ねポートレートのその中の人物の過去とかを知ることができるそういう話にこれになってくるんじゃないですか。 はい、ここはステップに話の展開の類推、ねえー。ポイント3を使ってできるんじゃないですかねということです。で次ですね。自分がよく知っている人の、まあ、ポートレートをおそらく、ね、探していましたということを言ってます、ね。で、Using the gallery as a way of learning about people、ね。ほらここら辺でステップ3ですね。類推した内容が正しいというふうに確認することができますね。さっき言った通りですね。類推した通りり、ね。その人について、ポートレートの中のその人について。 よく知ることができるわけですよね。はい、その結果どうかというといいですよ。えー、the face b e c o m e a dialogue, the painting b e c o m e a conservation, a、ね、conversation.Conversation 会話ですよねつまり、ポートレートを通してその人と 会話することができるぐらいに要は、その人のことを知ることが、まあ、できる。その人が何者かということを知ることができると。まあ、これ、まあ、ほとんど同じ話の繰り返しですよね。はい。なので、えっ、ー、と、説問番号で6番かな。はい。えー、どれが正しいかというと、6番はこれは B ですね。The a l t h o r perceives the relationships between people in separated portraits. ね、ポートレートを通して、その過去の人、ポートレートの中の過去の人と、 会話、対話することが、ね、できますよということを言ってるだけです。で、最後の段落ですね。はい、National Portal Gallery is a nation's family album とね、National Portal Gallery っていうのがイコール国のファミリーアルバムだということを言ってますね。はい。これ、イコール関係にあるということを言ってます。まあ、そうでしょうね。もうこの全段落までで何となくそういうことを言いたいんだろうなってことは分かってましたよね。 はい、で、えー、で、F ですねじゃあそ。それっていうのは何ですか ?It gives us F. この F を理解する上において、あ s を理解するには、まず It が何なのかを知らないといけないですね。それって言ってるってことは、もうすでに英語長文本文上に出てきているわけですから、何のことを指してるのかっていうのは一回立ち止まって考えないといけないですね。It とか That とか This とかね、That とか。はい、そういう指示語は一回立ち止まってください。今回は、それ。 一個前ですよ。一個前で言われてる名詞。それ、ナショナルポートレートギャラリーですよね。はい。っていうのが、私たちにカンテクスト、出てきてましたよね、もうすでにね。説問にもなってました。ここの説問になってましたね。つまり、ね、過去、生い立ちとか、過去のことにのことを、これ、カンテクストというふうに表現、背景というふうに表現してましたよね、B でね。はい。これ、ちゃんと思い出してください。はい。だから、えー、じゃあ、その、ね、私たちって誰に当たるんですかっていうと、 これが質問になってるわけですね。F。はい。誰ですかこれはちょっと考えないといけないですね。あの、直接ね、英語長文の中には書かれてないですよ。このアスが誰なのかっていうこと。だからちょっと考えないといけない。7番ですね。説問番号。これは D ですよ。People for her rose in the UK ですね。はい。だって、これは、 ネーションズファミリーアルバムですからね。だから、この国の、ね、この国のですよ。この国の、イギリスのこの国の人しかわからないですよね。そうですよね。はい。これちゃんといいですかということです。だから、他の、日本とかじゃ、日本人とかは指してないですよ。やっぱり、ネーションズファミリーアルバム。この国の、まあ、この国を、その国を、イギリスを全体、 あの家族として、これ捉えてるわけですね。イギリス全体を家族として、イギリス全体をのアルバムというふうにこれ表現しているわけですから。日本人とか入っちゃダメですね。アメリカ人も入っちゃダメですね。これあくまでイギリス人ですからね。イギリス人のことをこれ指しているということをちゃんとここ。 考えてくださいね、ということですね。はい。まあ、そうですよね。それはね、えー、そうですね、って感じですね。で、次ですけれども、で、inspecting our personal history in a way that is more than just looking at the place from which we come ということで、まあ、だからそのね、えー、生まれたその聖地、生誕の場所とかをなんか巡ったり知ったりするよりもよっぽど、えー、まあ、こういうふうにね、まあ、写真とか見たりする方が、 えーまあ、歴史を知る上で効果的ですよみたいなことを言ってますね。はいまあ、新しい一応情報ですね、うん。比較してるんで、新しい情報なんで、これはマーキングしておいた方がいいでしょうということですね。はいまあ、そんなところかな。なので、質問番号、最後8番、内容一致やっていきましょう。どれが正しいかというと、これは A ですね。The National Portrait Gallery gave a sense of reassurance to some of its v i s ね 安心感を与えてくれますよ。この r e シュ s u r a n c e ね。reassure という表現出てきてましたよね。英語調文本部長。ここですね。出てきてましたね。はい。で、えー、これは、ファミリーフォトアルバムっていうのが reassure を我々に与えてくれるっていう話でしたよね。で、まあ、確かにね、そのナショナルポートレートギャラリーの時にはその reassure という表現は出てきてないんだけれども、でもナショナルポートレートギャラリーは、 イコール、ファミリーアルバムなんでしょだからファミリーアルバムはリーシュアを与えてくれるってことは、イコール関係にあるナショナルポートレートギャラリーだって当然リーシュアを与えてくれるはずですよね。これはちゃんと推測してくださいねっていうことですよね。はい。なので、結局はナショナルポートレートギャラリーがリーシュアを与えてくれるっていうふうに考えていいわけですよね。はい。これだから直接的には書かれてないんですよ。今みたいにちゃんと推測してくださいね。 っていう形になってるんで、ちょっとまあ難易度はもしかしたら上がってるのかもしれないけど、ちょっとそんなに難しいわけじゃないかなという感じですね。はい、これ A が正解です。以上になります。お疲れ様でした。あの赤本手に入れてもう一度マスターな過去問自分だけで解けるかどうか確認してみてください。勉強というのは対応思考プロセスを自分のものにするものですので、解説動画と同じ考え方、動き方ができるようにもう一度あの自分の頭の中にすり込むようにしておいてください。それから他の大学の過去問に関しても再生リストの方に大学別でまとめてます。もしよろしければそちらもご覧ください。はい、それでは以上になります。お疲れ様。